こんにちは、ミニマリストユニアントトイプードルのジャスミンです。本日はですね、嫌われる勇気っていう本の解説をしたいと思います。私たまにね、こうやって本の解説やるんですけど、読んでみてすごくためになったものっていうのをお話ししています。この嫌われる勇気っていうのはですね、日本人が書いた本なんですけど、国内で208万部、世界で485万部の大ヒットを記録していて、21世紀を代表するベストセラーっていうふうに言われているんですね。人間関係の悩みが多い方とか、他人と比べて辛くなっちゃうよっていう方、自分の人生の生きる意味が何かわからないですよって、そういう風にね悩んでる方に非常におすすめの本となっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はですね、嫌われる勇気のお話ですので、この本を読んだ方も結構いらっしゃるかもしれません。ぜひ感想をコメント書いていただけると嬉しいです。結構ですね、後半難しい内容になっているので、最後の方分かんなかったよって方とか、捉え方が人によってね違う方とかもいらっしゃいますので、まあ、いろんなね感想があるかなと思います。私も実はこの動画作るにあたって、何回か撮り直ししたりとか、もう一回内容を読み直したりとかっていうのもね、結構ね繰り返して時間がかかりました。なので結構ね難しめの内容にはなってるんですけど、とってもね人生のためになる本なので、今日は頑張って解説していきたいと思います。またですね、交流会のお知らせをしたいと思います。私毎月1回交流会をリアルでやっております。東京でやっているんですけど、30名ほどで、皆さんですね、お菓子食べながら楽しく節約や投資、あとは借金の悩みとか転職についてとか、いろいろですねお話をさせていただいております。毎回ですね、ご好評でリピーターの方も多いですし、新規の方もどんどんいらしていただいておりますので、ぜひですね行ってみたいよっていう方ですね、概要欄からお申し込みいただければと思います。大体ですね、年齢層かなり幅広くて、20代から60代ぐらいの人が皆さんね一人でいらっしゃいます。なのでですね、皆さん気を張らずにですねしていただいて大丈夫です。大体最近はですね、半分ぐらいがリピーター、半分ぐらいの方が初めてっていう形でいらっしゃっております。お気軽にご参加ください。それでは本題いきますね。で、この嫌われる勇気のお話なんですけども、アドラー心理学の内容を解説したものになっております。で、そのアドラー心理学を研究する鉄人と呼ばれる方と、あとはですね、自分のことがあんまり好きじゃなくて自信を持てない青年がですね出てきます。で、その青年が鉄人にいろいろ話を聞きながら自分のことについて理解していくという風になってるんですね。で、この青年がですね、なんかエヴァンゲリオンの怒り真珠君みたいな感じで、すごくで性格が暗いんですよ。で、あとなんかひろゆき目指してんのかわかんないんですけど、めっちゃ論破してこようとするんですよ。なんか論破しますみたいなことをねすぐ言って、その鉄人が言ってることに対してめちゃめちゃ論破しようとしてくるんですよ。まあ、そういったあたりが結構ねコミカルになっています。もうだんだんね話進んでくるとね、もう落ち着けよっていう風にねこっちはねなってくるんですけど、まあ、そんな面白いお話となっております。で、その鉄人の家に何回かに分けてその青年が話を聞きに行くと。で、まずその第1話目っていうのを見ていきます。1話目、原因論ではなく目的論っていうお話がされます。で、これはですね、今までのフロイトとかの心理学ですと原因論で語られることが多かったです。例えば、いじめを受けたから家に引きこもるみたいな話ですね。これはですね、いじめを受けたっていう原因があるので今この行為をしているって話なんですが、アドラーはこれは全然関係ないですよと、目的論ですよっていうふうに話しています。どういうことかっていうと、誰かに心配してほしい、まあ、家族とかに心配してほしいから家に引きこもってるんですよっていうふうに言っています。なので、今引きこもるっていう目的のためにやっているだけですよっていうことですね。過去は関係ないと。アドラーは過去は関係ないので、トラウマっていうのは存在しないですよっていう風に話しています。これがね、まずびっくりですよね。トラウマあるでしょうっていう風に思われる方も多いかもしれません。私もですね、過去結構トラウマがありました。小学校3、4年生の頃に登校拒否気味でですね、あんまり学校に行ってなかったんですよね。で、学校に行かないと父親に毎日殴られるっていうことが行われてですね、こう非常にですね、辛い毎日を送っていました。なので、まあ休日はですね、家族になるべくですね、会いたくないので、スーパーで6時間待機とか、山の中で6時間待機とか、友達の家に行って夕ご飯まで頑張って粘るみたいなですね、とにかくね家に帰らないっていうことを務めているっていう形で、もう非常にね辛かったというのがトラウマになっていたと思ってたんですよね。で、そういうトラウマがあると思っていたので、大人になってもう30近くになって、長年付き合った恋人に浮気されたことがあったんですよね。で、その時にその浮気がバレて、相手が私のことをですね逆にすごい責めてきたんですね。私っていうののその人間性を否定することで、その浮気を正当化しようとしてたのか
わからないんですけど、その私がその要は邪魔であると、私がダメな人間である、だからこの浮気についてはもうお前はもういらないということをこう言われたということですね。まあこれはね、その自分の中でそのちっちゃい頃のトラウマのことと合わせて、自分も家族から自分だけいらない存在であると、だから大人になっても恋人からもいらない存在であると、まあ、その相手の好き嫌いで自分という存在っていうのは、まあ、結局は最終的にやっぱ邪魔っていう風になってしまうっていう風に自分でそういう風に考えちゃってたんですね。で相手も必死に自分を追い詰めてくるし、自分もそう言われて自分で過去のトラウマと合わせて追い詰めちゃって、もう本当ね自殺寸前みたいな感じになってしまいました。でもうそれでもう2週間とかで5キロぐらい痩せたのかな、なんか急に骸骨みたいになったから会社の人とかも結構びっくりしちゃって、で、まあ、会社でね飲み会をね開いてくれたんですけど、その時にですね結構その会社の人たちがすごくいい人で、自分たちもね親は大変だったけど今すごく幸せだから、その過去のことをあんまり気にしなくていいんだよっていう風に言ってくれたんですね。でそこで集まってた人もですね本当にすごい大変で、親が離婚してでいなくなった方の親に自分がこう借金を中学生の時に肩代わり知らない間にされていたと、でそれを必死に水商売をして返済していたら、まあ、そこにフラッと父親が現れて、さらにあの金を貸せっていう風にせびられたであるとか、まあ、それでようやく借金も返して親もですね年取って亡くなったので、すごくそれからようやく安心できるようになったっていう話とか、あとは他の人は親がすごい母親がですね変な人で、自分の友達ができるとそこの家に電話して自分の息子に関わるなみたいな感じでですね友達を作らせてくれないと、また結婚したいという風になっても絶対に許さないみたいな、そういう感じの人だったと。すごくそれが大変で、まあ最終的にはもう親子の関係を解消するっていう書面まで書くことによってやっと解放されたみたいな、なんか自分より圧倒的に大変な話をたくさん聞いて、それでも結局その人たちは今家庭を作ってすごく幸せにやってるし、仕事もうまくいってるから、何かその自分の過去が原因で今を否定しなくてもいいと、今を諦めなくてもいいと、なので自分のその過去のトラウマっていうのはもう結局関係ないんだなっていう風にその時思いました。なので恋人に自分が邪魔だと散々言われたとしてもですね、自分は別に浮気してないし相手がしたことなので、じゃあもう別れましょうかって話でそれでスッといけました。こじれちゃうとなかなかスッと別れなくて粘着されていろいろ大変だったりもするんですけど、自分の気持ちっていうのが楽になることによってちゃんとそこで自分も元気を取り戻せたということですよね。なのでそういう風にして過去の嫌なことっていうのが今に影響するということはないんだっていう風に気づくことができました。まあ確かにですね、こう犯罪者の子供であるとか、あとは親がいない孤児院で育った人っていうのが必ずじゃあ不幸になりますかとか言うと、全然そんなことはないですよね。そういう人たちって世の中でじゃあいらない人なんですかって言われたら全然そんなことがないわけですよ。別に普通に幸せに暮らしてるっていうことになります。なので今何かトラウマがこうあってね、すごく苦しんだ今こう生きてる自分がこう最悪な状態になってるのは、過去の何か物事があったせいだ、親に何されたせいだとか、恋人に何されたせいだとかってもし考えてるんであれば、それは関係なくて今この状況っていうのは別に過去に縛られてないのでどうにでもできるんですよね。なのでですね、ぜひ今そういったトラウマで悩んでるよって方はこの本を読んで、過去の自分と今の自分っていうのを切り離して考えるようにしていただきたいなと思います。続いて第2話ですね、全ての悩みは対人関係にあるというふうに話がされます。アドラー心理学では人間の悩みは全て対人関係の悩みであるというふうに語られます。いやいや、まあそんなことないでしょうというふうにね、年収の悩みとかあるよっていうふうに思われるかもしれないんですけど、年収や幸せについての悩みっていうのも他人がいてこそ成立するものである。なので結局全ての悩みは対人関係にあるというふうにしています。確かにですね、私も以前はだいぶ前ですけど年収が低いなっていうふうに思って苦しかった時があるんですよね。それは自分が理系の4大を出て東京で就職してっていうので、同じ条件の人と比べると低いなって思ってそういうふうに思っていました。また同じようなね仕事の内容をしている他の会社の人とかの年収を聞くと自分で低いなっていうふうにそこで比べて思ってたんですよね。でもそれを上司に言うと、会社の中ではかなり年収が高い方だったから、なんか何の不満があるんだっていうふうにすごく怒られたということがありました。まあなんで結局誰と比べるかっていうのに高いとか低いとかっていうのも違うっていうことですよね。これ人間だけじゃなくて、これ猿の実験があるんですけど、2匹の猿がいてですね、不公平な扱いを受けたらどういうふうに反応するのかっていう実験がされました。で猿たちはですね、研究員の女性から穴に入れた石をですね女性に渡すとご褒美がもらえるっていう風になってるんですね。でただしですね、最初はそれをやっているとキュウリがもらえるんですけど、途中から片方の猿にはキュウリじゃなくてブドウが急にもらえるようになったと。そうすると今までキュウリをずっともらっていて、もらってる報酬は変わってなかったんだけど、隣でブドウもらってるっていうのを見てですね、そのキュウリもらった方の猿がですねブチ切れて大暴れするっていう
実験があるんですね。これ実際の話っていうことです。まあ猿でもそういう風になるっていうことなので、人間はなおさらですよね。このように人間以外でも同様に自分の悩みっていう部分は他人とのその比較によって発生すると。もうキュウリの話なんて、今までずっとキュウリもらってたのに急に隣がブドウだってなって、自分がもらってるものっていうのは変わってないのにそこで起こるっていうね、風になるんです。要は不公平っていう風に感じることによって悩みが発生してるってことですね。まあ結局ね、誰かと比較するからこう悩みが発生するんですよね。まあ、宇宙にたった一人だったらね、何も悩まないですからね。まあなので人と比較するってことはやっぱ簡単に不幸になってしまう方法なのかなと思います。もし今ですね、自分が不幸だという風に思っている方はですね、それは誰かと比較して不幸なのかなっていうところをよく考えてみていただきたいなと思います。こう自分だけに焦点を当てればですね、自分が持っているものっていうのも結構実はいいものがあるのかなっていう風に思いますね。まあもう実際ね、今日本って別に戦争してるわけでもなくて、毎日の暮らしっていうのはね、安心してご飯が食べれて、雨風しのげて、大体そしてみんなスマートフォン持ってるみたいな。でネットフリックスで安くですね、動画とか見放題なので、結構ですね、貧困とかっていうのも割と昔に比べれば全然いいラインであって、普通に生活ができてる。しかも生活保護とかもねありますからね。生活保護を受けてれば月15万円ぐらいもらえて生活もできるじゃないですか。でもそれをこう年収が高い人と比較するとすごく不公平だなっていう風に感じて苦しくなってしまうっていう風になるということですね。でも今持ってるものっていうのを見てみると、意外ともうちゃんと欲しいものは持っているっていう風になったりしますよと。で続いて第3夜ですね、自分と他者の課題を分離するっていうことです。対人関係のトラブルはですね、誰の課題であるかっていうのを考える必要があるそうです。例えばですね、勉強しない子供がいたとしますよね。で勉強しないと困るのはもう結局子供自身ですよね。それで学校の先生に怒られたり、学校卒業できなくなったりとかっていうのが困るのは、まあ子供自身です。でそこに対して親が勉強しなさいっていうのはですね、他人の課題に対してこう土足で踏み込んでいる行為ですよってアドラーは言っています。まあこれではまあ衝突を避けることはできないですよねと。でまあこれね、まあ子供もまだそんなに分かってないから結構難しい話ではありますよね。ただまあ勉強しろ勉強しろって言ってもどんどんね勉強嫌になっちゃうと思うので、まあ結局はそういう風に言っても逆効果っていう部分はありますよね。あと勉強しろって言って無理やり勉強させられたとしても、勉強が嫌いになってしまって、結局どこかでね弾けてしまうっていうのがあるのかなと思います。まあですのでですね、まあ自分の課題、まあ親の課題、子供の課題っていうのは分けて考えないといけないですよね。結構ねこれ韓国の結婚とかで若い人とかが悩みを抱えてるみたいですね。韓国って結構年上を大事にする、家族を大事にするっていう文化なので、自分は好きな人と結婚をしたいんだけども、それは親が悲しんでしまうから結婚できないと。で親が悲しまないような結婚をしなきゃいけないんじゃないかっていうので、未だに苦しんでいる若者っていうのは結構多いそうです。まあ日本だとねなかなかない概念だと思うんですけど、韓国では多いそうなんですよね。まあでもそういったものもですね、結局それでそんな人と結婚するんだったらお母さんはもうどうにかなってしまう、もう恥ずかしくて生きていけない、悔しくてしょうがない、もうそれやったら私は死ぬしかないっていう風になってしまってもですね、それはそうなってしまうのはもう親の課題であるので、まあ、そしたら子供からすると、まあそれはもう短い時間でしたがありがとうございましたっていう風に、もうそれは悲しいですね、でもしょうがないですっていう風にするしかないということですね。結婚して、まあ、その後どういう風になるかっていうのは子供の課題ですから、まあ、親が踏み込むことではないと。勉強の話もそうだっていうことですね。また同時にですね、アドラは、まあ、承認欲求を捨てろという風に話しています。まあ、他者はどれだけ自分を満たしてくれるのかっていう風に、そういう風に考えるのが承認欲求ですよね。でそう考えてる人はですね、自分のことしかまあ結局見えていないっていう自己中心的な人間だっていう風にここでは解説されています。まあ、そして他人に嫌われることを恐れてはいけないですよっていう風にお話ししています。まあ、他人に嫌われたい人はいないですよね。だからまあみんなね好かれたいっていう風に思うじゃないですか。でも嫌われることを恐れちゃいけないってどういうことかっていうとですね、こう誰からも嫌われないようにじゃあするっていう風にどうしたらいいのかっていうと、いろんな人にですね、こうイエスマンになって、いいですねいいですね、はいはいやりますってなって八方美人に、ね、なってしまうと。でも全ての要求っていうのを答えることはこうできなくて、結局破綻してしまうと。またそれでですね、相手にも結局ですね、あいつは何でもこういうことを聞いてくれるみたいなので、好かれてるっていうか、まあ利用されてるっていうだけに結局なってしまう。なのでまあ結局は誰からも好かれようとするとですね、誰からも好かれないっていう風な結果になってしまうということですね。まあ、これはなんとなくわかりますよね。まあ、それよりは
ですね、自分はこう思います、それは良くないですねとか、自分の意見をですねはっきり言うことでですね賛同してくれる人っていうのも現れてくれます。まあ、しかし一方でそういう風に意見をはっきり言うことで自分と違う意見なので嫌ですっていう風にはっきり言ってくる人もいますよね。まあ、でもですね、自分も賛同してくれる人を大切にすればいいっていう風に言われています。まあ YouTube ねやっているとわかるんですけど、私の動画ですねよくですねミニマリストならとか節約するなら犬を飼うな、犬捨てろみたいなことをですね言われるんですよ。もうびっくりですよね。これはでも単純に嫌がらせだと思うんですけど、でもねそれはわざわざこう頑張ってる人に石投げるという人が昔からねいるんですよね。まあそれはその人がですね何か嫌なことがあるからこう頑張ってる人に石投げたいだけなんで、もう自分とはね関係ないですよ、さっきの課題の分離の話で言うと。でもしこれをですね自分で嫌われたくないなっていうふうに思って、じゃあジャスミンを捨てますって見たりしたら、今度ですね犬捨てるのなんて許せないみたいな人の方がそっちの方が大体多いから、それで大変なことになってしまいますよね。なんで全ての言ってることを要求を満たす、嫌われないようにするってことも絶対不可能なんですよね。まあ、なんでまあそういうのはですね、まあ、気にしないし、まあ、自分の課題じゃないから、相手がこう私に犬飼うな捨てろとかっていうのは、まあ、私がそう言われてそうするわけないし、嫌われても別にいいし、で相手の課題なんかそれでどう思うかどう感じるかは相手の課題なので、まあ、そこは分離するし、嫌われても別にいいっていうふうに思いましょうということですね。まあですね10人いたらですよ、自分がはっきり意見を言えばそれに賛同してくれる人が多くて9人いて、1人はまあ絶対それそんなの違う、俺は違うっていう風に私のことももう嫌いになるっていう風なものです。もう10人って10人に好かれるっていう八方美人は不可能っていうことですね。なのでまあ結構ね他人に嫌われたいとは思わないじゃないですか。でも全員に好かれようってすることはできない。なんで結局他人に嫌われないっていうことはまあできない。まあ友達を一人も作らず、人間関係を構築せず、家族とも関わらずってすることぐらいですよね、嫌われないようにするには。つまりそれって好かれないってことですからね。まあ、結局全員から好かれるとか誰からも嫌われないっていうのはそういう風になってしまいますので、そうじゃなくてですね、自分はこうだっていうちゃんと自分の意見をはっきり言うことで初めてそれについていいって思ってくれる人がですね出てくると。でそう思わない人っていうのは別に嫌われてもいいですよっていう風に考えていきましょうっていうことです。そして第4夜ですね、対人関係のゴールは共同体感覚っていう風に書かれています。まあ、そのさっき言った課題の分離を対人関係のスタートとした場合ですね、ゴールは共同体感覚だっていう風に話しています。私たちは共同体の一部であり、自己への執着、まあ、他人からどう見られているかとか、まあ、他人からの承認を求める気持ちを他者への関心、私はこの人に何を与えられるだろうっていうこういう考え方に変えることで共同体での自分の居場所を見つけることができるっていう風に話してるんですね。これ結構ね難しいですね。でこれをどういう風にじゃあ実現できるのかと、それ難しいじゃないかと思うと思うんですけど、お互いの課題を分離したら、お互い協力し合えるような関係を築くためには全ての対人関係を横の関係と捉えることが必要だという風に言っています。この逆の縦の関係ってどういう関係からっていうと、他者からまあ褒められたいとか他者を褒めてやろうとするっていうことですね。まあ、人を褒めるのではなく勇気づけましょうってアドラーは言ってるんですね。まあ、人を褒めるってことをアドラーはダメですよっていう風に言っています。まあ、人を褒めるっていうのはですね、相手を評価したりする、相手を操ろうというね行為なので、それはやめましょう。その代わり相手を勇気づける、具体的には嬉しいです、ありがとう、助かったよっていう風なコミュニケーションを取りましょう、そういったお礼をですね伝えていきましょうっていう風に話しています。で逆にですね、縦の関係、相手をこう評価するっていう関係に従属してるとどうなるかっていうと、これが一番強いのが会社の場合だと思うんですけど、会社ってねこう縦社会になってること多いですよね。で例えば、まあ、会社ですね、上司がすごく非効率的なやり方をみんなに強いているので、こういう風に変えた方がいいですよっていう風にこう提案をする場合がありますね。でそうするとその上司もこれは上が決めたことだとか前者で決まってることなので変えられないっていう風に言われることありませんか？これ結構ね経験しますよね。そこがもの縦社会のスタートみたいな感じですよね。でもこれはですね、その上司が縦の関係に従属していてですね、仕事というタスクを放棄しているっていうことになるんですよね。まあ仕事っていうのは会社の利益を最大限にするっていうことが仕事ですので、その責任から逃れている、それよりも縦の関係を重視している、上司が上司に怒られないようにするっていうことを重視している、縦の関係に甘んじているっていうところが原因なんですよっていうことですね。これがもし横の関係であればですね、上司はまあそのアイディアが会社のメリットになるというふうに思えばですね、それをさらに上司に提案してくれるでしょうし、交渉してくれるはずですよね。まあ、それもしないでそういうふうにしてしまうっていうのは会社の責任、仕事というタスクから逃げているということになるそうです。まあ、私もこう
以前の会社はこう大きい会社だったので縦の関係、縦社会が顕著でした。なので既存のやり方を変えるというのは難しかったですし、いわゆるこう大企業病みたいな中間管理職のそういった問題みたいなのがしょっちゅうね取り沙汰されてはいました。逆に今は、その会社じゃない別のところに移ってすごくですねフラットな関係性が構築されている横の関係になっています。社長も何々社長って呼ばないで何々さんって呼んでくださいねっていう感じだし、すごく皆さんなんか横の関係、年齢とかいつ入ってきたとかっていうのはあんま関係なく結構フラットに話している。なので提案がすごく多いですね。こうした方が良くないですかとか、いやちょっとねこれ実は無駄だと思ってますみたいな、なんか非効率じゃないですかみたいなのを結構提案し合える。でそれによってこういう理由でダメですっていう場合はもちろんあるんですけど、それは上が決めたことだからダメですみたいなっていうことはあんまり発生しないので、提案が結構積極的にされる環境だなっていうふうに思います。まあそういうね横の関係性で構築されてた方が仕事が結局円滑に進みますよね。仕事ってその縦の関係を維持することじゃないじゃないですか。縦の関係を維持してイエスマンで上から下にね降ってくる仕事をこなしていくだけじゃないんですよね。それで無駄を無駄のままダメなことはダメなままやってってもね意味がないですから。そうじゃなくて、まあ、会社を利益を上げるためにどうしたらいいかっていうのを一人一人がね考えていかなきゃいけないですからね。なのでもしですね逆に自分の部下が全然ね提案をしてくれないなとか思うんであれば、その会社が結構その縦社会になってるんじゃないかなっていう風に考えてもらうとヒントがあるかもしれませんね。またアドラーはですねこの共同体感覚をつかむためには自己需要も大事ですよという風に話しています。例えばですねテストの結果を受けて60点だったとしますよね。でそういう場合に今回はたまたま60点だったけど自分はもう本当はもっとねポテンシャル実力があるので100点取れたはずだみたいにポジティブに考えてこう目の前のことから逃げるっていうのはまあダメですよと。で今回は60点だったけどどうしたら100点に近づけるかなと、そういう風に考えて次の対策を練っていくっていうのが正しい自己需要ですよっていう風に話しています。まあねこのポジティブに考えなかったとしても60点取っちゃって、あ自分って本当もうダメな人間だな、この間も赤点だったしもう本当ダメだなみたいな、もう学校入って勉強してる意味とかないんだろうなみたいな風にね考えちゃう、そういうネガティブなことの方が多いと思うんですよ。でそういう風に考えて次努力することをね放棄してしまうのもまあ良くないです。まあ、次どうしたらいいかっていうのを結局考えて行動しないとね未来変わらないし、そのままで続ければむしろどんどんねダメになっていきますから。なので自分のことをですね自己需要して次の行動にきちんと前向きに進んでいくっていうことが必要ですっていうふうに言われています。まあ、ここまで話された様子をまとめると、他者をですね操ろうとしないで横の関係を築いて信頼して、自分も自己需要きちんと自分のことも受け入れることでですねお互いに協力し合えるような関係性を築くことができますよと。そして他者を敵と思わずですね貢献し合うことでですね自分が他人の役に立っているという風に感じられるようになって所属感が生まれると、これが共同体感覚なんだっていう風にお話しされています。いや共同体感覚って最初聞いて難しいなと思ったけど、まあ、なんとなくねこうイメージついていきましたね。もうみんながちゃんと敵っていう風に思わずに横の関係で協力し合う、で自分のこともちゃんと受け入れて前向きにやっていく、まあ、そうしていく中で貢献し共同体所属しているという感覚を得られるということですね。続いて第5夜、人生の意味とは何か、ここが最後の章になってきます。で皆さんですね人生っていうのはもちろんね幸福になりたいなっていうふうに思っていますよね。で幸福を求めているんですけども、幸福感とは貢献感のことですよってアドラーは解説しています。で貢献感とはですね他者の注目見返りを求めずにですねその行為に貢献感を持てば良い、そういった貢献感であるというふうに話しています。まあでもそれだけが幸福なのかなって言われるとなんか違う気もしますよね。自己実現的な幸福感、社会的な成功であるとか、こう難病の特効薬を作るぞってそういう夢をね実現させるとか、まあ、そういった自己実現がある、そういった自己実現をすることによって幸福が得られるんじゃないですかっていうふうに青年は話していきます。まあ、ただですねアドラーが話すのは、例えば登山をするのに頂上に行くことを目的としていたらですよ、こうヘリコプターでさっさと行けばいいじゃないかと、で頂上行ったらすぐ帰ればいいかっていうふうになっちゃうんですけど、まあそれは違いますよねと、まあ、その道中も楽しむのが登山ですよねっていう話を例で出します。まあ、人生もそういった感じですね。大きな人生を物語として考えて、そのゴールだけを注目すると今っていうのが単純なその準備期間っていうふうに思えてしまいますけど、そうではなくその登山の過程も楽しむっていうことを考えましょう。その大きな人生の中で今ここにスポットライトを当てて、そこに真剣に丁寧に生きていくことが大事ですよっていうふうにお話しされています。
ています。例えばですね、受験を控えているのに今日勉強しないっていうのは、これはもう今を真剣に生きていないことですよねと、それはその通りだと思います。で、今日少しでもいいから英単語を5個覚えるとか、まあそういうのでもいいのでやっていくと。まあそうしていくと、今日できたことっていうのがありますよね。今日という一日っていうのはそのためにあるっていうことなんですよ。なのでその今日一日っていうのをちゃんとスポットライトを当てて真剣にやっていくっていうことが大事ですよと。その結果はどこに到達したのかっていうのをこう線で見ていくのではなくて、どう生きたかっていうその刹那を見ていくっていうのが大事ですよって話されています。なかなか難しくなってきましたね。まあ、遠い先の未来を見て今準備期間って考えるんではなくて、遠い先の受験のために未来を深刻にこう考えるのではなく、今を真剣に生きましょうっていうふうに何回も話されています。そして青年が人生の意味って何ですかって聞くと、アドラーは一般的にはこう人生の意味なんてないんだっていうふうにお話しされています。ただしこうとも言っています。人生の意味はあなたが自分自身に与えるものですよと。自分自身で与えるもの、なるほど。自分自身でどう与えたらいいんですかっていう疑問が浮かびますよね。まあ、その答えが先ほどから話している他者貢献なんだそうです。他者貢献を忘れずに進んでいきましょうと。他者貢献さえ忘れなければですね、常に幸福な状態で共同体感覚を味わえてですね、仲間と一緒に幸せに生きていくと。その幸福感を持った状態で毎日今ここを真剣に生きていけば、その毎日の積み重ねの中で最終的にどこかに行き着くんですよっていうふうに話しています。非常に難しい部分ですよね。まあ、将来が非常に大事だって考えて、その一個一個は大したもんじゃないっていうふうに考えるんではなくて、一個一個をすごく大事にしていく。それをなおかつ他者貢献っていうところを忘れずにやっていく。そういうふうに一日一日を真剣に生きていくことによってどこか行き着くということですね。まあここら辺がね非常に難しくて、私も何回もこうね見直した部分ではありますね。まあこれまでの話を踏まえますと、やっぱ同じことをしてたとしてもですよ、この考え方で見え方は全然違ってくるなっていうふうに感じました。自分の考え方次第でこう世の中っていうのは全然ね変わって見えますし、自分自身のそのアプローチの仕方、行動、そして結果、人間関係っていうのも全然変わってくるなっていうふうに思います。これは仕事とかもそうですし、友人とかそういった人間関係、夫婦関係とかにも全て言えることですよね。自分の考え方、捉え方、振る舞い方で、まあ、世界は変わると。で、自分の過去のトラウマですね、そういったものにとらわれず、他人に嫌われることを恐れず、他人に嫌われる勇気を持ってですね、自分の人生を一日一日スポットライトを当てて生きていくことが大事です。この本はそんな風に教えてくれます。後半ですね、かなり難しい話でしたけど、まあ確かにそうだなと思えることが結構あったのではないでしょうか。最初の方のね、トラウマなんてないとか、承認欲求を捨てましょうみたいなとことか、嫌われる勇気持ちましょう、まあ、ここら辺までは理解できて、そして自分がこの先どう生きていくかっていうのは、実はその長いストーリーを描いて最終的なゴールっていうのを目指してるわけじゃなくて、今この瞬間、この瞬間っていうのを一生懸命真剣に生きていけば、自分の人生に意味を与えることができると。そしてその中で自分が幸福であるためには、他者貢献というところを忘れずにやっていくのが大事だということですね。いや非常にね、この話が深かったなっていうふうに思います。でこのお話ですね、結構私も難しかったなって、理解するのに時間かかったな、まだ理解できてないなって部分もあります。なので、まあ、皆さんぜひ読んでいただきたいんですけど、私のおすすめとしてはですね、本で読むと結構内容が難しいので、オーディオブックで読むのが嫌われる勇気に対してはすごくおすすめです。オーディオブックってどんなサービスかっていうとですね、こう声優さんがその本の内容をですね読み上げてくれるんですよね。で嫌われる勇気はですね、こう教える側の鉄人と質問する側の青年っていう2人の構成で掛け合いになっていますので、2人の声優さんが話してくれるので、難しい内容もですねちゃんとこう入ってくるんですよね、お話として。なので非常に聞きやすいです。本で難しい内容を見ていくよりも、その感情の揺さぶりとかがすごくね青年の伝わってくるので、非常に理解がしやすくなります。でまた分かりにくいなと思
で2回3回聞こうと思った時に速度っていうのも調整できて、すごく速いのからゆっくりまでできますので、そういった部分でも速度調整があってやりやすいし、途中からの再生っていうのもできるので非常に便利です。またですね、私は Amazon の Audible っていうオーディオブックのサービスを使ってるんですけど、この Audible だったら最初の1冊は無料なんですよね。私もこの最初の1冊無料っていうので嫌われる勇気を聞きました。もうこの機会にですね、嫌われる勇気は本当にね、皆さん読んでほしいなというふうに思いますので、読んだけどあんま分かんなかったなとか、もう一回見たいなとか、初めてだから難しそうだなって方はオーディオブックで始めていただければ無料でですね1冊目見れますので、非常におすすめです。こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからですねオーディオブックで聞くことができますので、ぜひ見てみてください。いかがでしたでしょうか。以降もですね、私がこれまで読んだ本でですね、これはまあ人生の役に立ついい本だなっていうものがあればですね、随時紹介していきたいと思います。ぜひですね、休日読書を楽しんで自分の人生を見つめ直していただければと思います。最後にお知らせです。私普段積み立て NISA やイデコ、インデックス投資をおすすめしているのですが、証券会社は楽天証券がおすすめです。おすすめのポイントが3つあって、1つ目はクレジットカード払いをすると 1% 分ポイント還元されるんですね。最大500円分のポイントがバックされますので、ランチ1回分のお小遣いがもらえちゃいます。2つ目はですね、毎月500円以上の投資を行うことによって、楽天市場でのお買い物がプラス1% ポイント還元されるということです。これでまた楽天ポイントがどんどん貯まりますね。3つ目はその貯まった楽天ポイントでも投資ができるということです。まあ、このようにですね、楽天証券は積み立て NISA やイデコ5万円までの投資は非常におすすめになっておりますので、ぜひ概要欄から楽天証券解説していただければと思います。また以前出したポイ活は怪しい初心者が月5万円簡単に稼ぐ方法という動画が非常に人気です。こちらはですね、ポイ活のモッピーを使うことによって月5万円稼げますよって話になっております。こういったポイ活サイト、モッピーとハピタスについて動画出しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。概要欄の紹介コード付きの URL から始めていただけますと、モッピーなら追加でプラス2000円分のポイントがもらえます。ハピタスでも紹介ポイントがもらえますので、ぜひ概要欄の紹介コード付きの URL から始めてください。こちらの URL から始めないと紹介特典を受け取れないのでご注意ください。また私が普段使ってるものに関して、どこで売ってるんですかって質問をよく受けます。私が普段買ってるものは楽天ルームで紹介させていただいておりますので、ぜひそちらから見ていただければと思います。他にもですね、 Twitter やブログもやっておりますので、ぜひそちらもフォローいただければと思います。本日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではバイバーイ。